文化放送おはよう、テラちゃん。 Good morning。 この時間は月刊誌ムーの編集長三上竹春さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について聞いていきます。三上さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今朝はまずこちら。異星人からの信号か、イギリスで銀河系からの電波をキャッチ。遥か彼方、銀河系からの電波がイギリスで検出されたということなんですね、三上さん。そうですね、これ実はですね、ずっと昔からもし異星人が何かしらのメッセージを他の星に信号を送るとしたら、基本的にはこれ電波だろう、はあ、まあ実際に地球人も他の星に向けて電波をこう発信してるので、その電波をキャッチできれば、まあ、地球が知的生命体が存在する、はい、まあ、その証明になるわけですね。そういったいわゆる地球が知的生命体を探すんだという運動っていうのは、実はいろんな、まあ、イギリスに限らずアメリカとかでやってるんです、ね、でたまにですね、こういうふうにですね、雑音とかノイズではなくて、あれ明らかにこう人工的なシグナルだというものがある。あ、そういうものがあるんですね。で、この宇宙人からの交信について研究続けるイギリスのグループがですね、 15.8 万光年離れた銀河の端にある大マゼラン雲の研究中に不思議なこの電波をキャッチしたといいます。まあ、今回のことはですね、地球外生命の存在が明らかになったと言っても三上さん過言じゃないくらいのものなんですか。それはあの電波の解析ですよね、これ結構いろいろあって、いろいろ調べたら実はその発信源が地球だったっていう話もあるので、かなりこう慎重にこう分析しなくちゃいけないんですけども、ただこれまでにもですね、そういった信号っていうのは確かに地球以外の星から送られていると。で、発見になったシグナルっていくつかあるんですね。まあ、有名なところですと、ワオシグナルとかね。ワオシグナル、この信号を見た担当者が本当に驚いて、ワオ、そういうことなんですか。持ったっていうの、何かワオっていうその頭文字じゃないんですかそれ。ワオって驚いてね、本当にここにメモしちゃったっていうね、WOW っていうね。そうなんですか。そういう信号もあったりとかね、さらにはですね、例えばその同じ、これ今回イギリスの研究グループなんですけれども、これ2年ほど前のですね、実はそういった電波キャッチしておりましてですね、この送られてきた先っていうのがプロキシマケンタウリっていう星なんですね、はい、この星にはそのプロキシマ B って言われるですね、惑星があって、はい、この惑星はちょうどハビタブルゾーンって言って、いわゆる生物が生存できる環境にある、太陽に近くもなければ遠くもなく、ちょうどいい地球のような位置にその惑星があるんで、ひょっとしたら生物がいるかもしれないと噂されている惑星なんですね。でそっから電波がキャッチできたものだから、結構ねこれもですね話題になって、ただその後果たしてあの地球外のものなのかどうかっていうことにして、まだ確証まで至ってはいないんですけれども、ただそういう活動はですね、今もこのグループ続けてるんですよね。あ、そうなんですね、あ、そのだから今三上さんおっしゃったこのね、なんか生命体がいるようなゾーンのは、これは何信号って呼んでるんですか。イエーイとかそんなんですか。この時の信号については特別名前はないんですけども、ね、そうですか。ただですね、ムー的な世界から言わせるとですね、プロキシマケンタウリっていう星なんですけども、このプロキシマ B という惑星からですね、やってきた宇宙人とコンタクトしたという話もですね、一方であるんで、三上さん今笑いながら言ったじゃないですか。これはね、本当ですか、面白いんですね、だからもしですね、この地球の近くに一番近い、まあ、の地球型の惑星があるとすると、この惑星なんです。そのもし本当に地球外知的生命体が存在して最初に確認されるとすれば、この惑星だというふうに注目されてるんですね。あ、これはじゃあ覚えておいてもいいですね、プロキシマ B っていうわ、プロキシマ B ですね、これ覚えておきましょう、あと三上さん、一方カナダの上空で人型の UFO が浮遊している様子が撮影されたというニュースもあります。人型の飛行物体ってことですよね、UFO、未確認飛行物体ですから。これまでその人型の UFO っていうのは確認されたことはあったんですか。
そうですね、もうたくさんありますね。あ、そうですか。まあ、いろんな形の UFO ありますけれども、もうなんかいわゆるその宇宙船じゃなくて、ぐにゃぐにゃしていて、なんか生き物じゃないの、生物なんじゃないの、だから未確認飛行物体じゃなくて、未確認飛行生物だなんていうですね、いうジャンルもあって、はい、特にこう人型の場合にはですね、もう UFO と言わずに、フライングヒューマノイド、そのままなんですけれども、そういう怪物がいて、時には地上に降りてきて人間を襲う、そういう話もあるので、まあ、今回のね、この人型 UFO、カナダの上空、まあ、見た感じだと風船のような気もしないでもないですが、ただ、ジャンルとしてはフライングヒューマノイドの感じになるんじゃないかなというふうに、フライングヒューマノイド、あ、そういうジャンルもあるんですね。これじゃあ今回のこのカナダのは、今手元にですね、その写ってるこの資料もあるんですけども、なんかこう縦に細長くて、まあ、物体ではあるんですけどもっていう状況ですよね。そうですね、結構ね、こういうのいっぱいあるんですよ、いっぱい飛んでるんですよね、変なもの、いっぱい飛んでるんですか。あります、あります。あ、そうですか。もう三上さんからしてみると、あ、また出たねみたいな感じですか。そうです ね、ただそれがね、宇宙人の乗り物かどうかはまた別です。これまた別なんですね。はい、さあ続いてはですね、昨日発売された月刊ムー10月号からこちら、天空の城、不要大陸、マゴニアの謎。宮崎駿監督の作品、天空の城ラピュタの元ネタになっているとも言われるのがこのマゴニアだそうですが、三上さん、これ何なんでしょう。これはまあ、おそらくあんまりね、日本の方だと聞いたことはないとは思うんですが、これはヨーロッパの方、大体中世のヨーロッパ文学に結構登場する謎の大陸ですね。一応大陸という名前で出てくるんですけれども、もうこの通り、空飛ぶ大陸、マゴニア、マゴニアと当時の人々は信じていて、しかもそこの住人の人と交流をしていたっていう物語がですね、物語といいますか伝説がたくさん残っているんですね。ただ一方で、その嵐を起こすものの存在も信じていたってことですけども、これがじゃあマゴニアとリンクしてるってことなんですか。そうですね、これマゴニアのマゴっていうのは、いわゆるそのマギ、今日でいうマジック、あーー、いわゆる魔術ですね、魔術と同じ語源、つまり魔術師が住んでいる大陸だっていうふうに認識されていた。で、何が魔術かというと、もちろんその大陸が浮かぶこともそうなんですけれども、気象をコントロール、はい、嵐を引き起こすというですね、そういう技術もある。はあ、なので、まあ、いわゆるその魔術師の大陸というふうに呼ばれた。イメージついたら雲にこう住んでる人たちみたいなもんですか、空に浮かぶ雲みたいな。でもそれが大陸になってる、ね、アニメの方だとまさに天空の城だったというか ね、雲にこう包まれてましたけども、はい、実はそのラピュタというのはご存知の通り、ガリバー旅行記に出てくるんですよね。はあ、ジョナサン・スウィフトの物語、ガリバー旅行記の中に、実は空飛ぶ大陸として、まあ、ラピュタと、はあ、これさらなる元がマゴニアなんだ、あ、そういうで一般には言われるんですね。でこのマゴニアには空飛ぶ船もあったそうですね。そうですね、あのガリバー旅行記のラピュタもそうなんですが、そこに住んでいる人たちってすごい科学技術があったと、はい、でラピュタも磁力で浮かんでるんだとかね、はい、最先端の科学技術を持っていた人々で、このマゴニアの方もいわゆるそのもう大陸のみならず、はい、船ですね、はい、まあ宇宙船というか UFO と言ってもいいんでしょうけれども、そういった空飛ぶ船を建設し、でそれに乗って地上に降りてきたとも言われるんですね。でこの地上に降りてきて人々の収穫を奪ったりだとか、まあ、天候を先ほど操るって言ってましたけど、それで攻撃していたってことなんですけど、ということはですよ、このマゴニアというのは悪い奴らがたくさん住んでたって大陸なんですか。やっぱり科学技術があるからといって、ね、必ずしも文化レベル、道徳レベルが高いとは限らないという、まあ、なのでですね、あの地上に降りてきては、農作物ですね、はい、盗んでいったりとかですね、作業の詐欺師みたいなやつがいたみたいなね、そんな話もあったりして、まあ、逆にそこがね、リアルかなという、
ね。はい。普通だったら科学技術があるんだから、ね、神様のような存在、天使のような存在っていうふうに描かれてもいいんだけど、なぜかその辺はこう人間臭いというか、そういう意味でこう実在したんじゃないの。悪いというところが、空飛ぶ大陸なり、まあ、今日でいう巨大な UFO だったね、はい、そういう事件が中世ヨーロッパにあったんじゃないのか、はあはあ、というのが今回の記事なんですけどね。あ、そうなんです。でそんなその空に浮かぶ大陸マゴニアについて、もう今回こうどういった謎に迫ってるんですか。そうですね、この大陸が浮揚するというのと船が浮揚、はい、これと実はですね、全く同じものがインドの叙事詩の中にいっぱい出てくるんですね、インドの叙事詩、はい、しかもこれがどういう形で設計されているのかっていうのを細かく書いてるんですけども、これがねすごい理にかなってる。あ、そうなんですか。この通り建設すると本当に宇宙ステーションとかですね、宇宙船ですね、形から原理がねもう全くその通り理にかなった姿で描かれている。なので実在したとすれば、このマゴニアというのはインドのね、古代インドのビマーナっていう船なんですけど、ビマーナだったんじゃないの。あ、そういうものもあったんですね、という話の展開です。そうですか。あの、ね、もともと中世フランスの人々も信じていた。でも今三上さんおっしゃったみたいに、インドの叙事詩も出てくるっていうね。まあ、このあたり興味のある方ぜひですね、こんな驚きの話題が満載、月刊ムー10月号、現在好評発売中です。今朝は月刊ムー編集長三上竹春さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。